無線欄を使用したインターネットへの接続の概要図公衆無線欄とは無線欄を利用したインターネットへの接続を提供するサービスを指すそのアクセスポイントから受信できる場所を無線欄スポット Wi-Fi スポットフリースポットホットスポットなどと呼ぶ一つのアクセスポイントから受信できる範囲は半径20メートル程度ノートパソコンスマートフォンタブレットコンピュータといった モバイル機器の所有者が主に外出先や旅行先で誰でも無線 LAN を利用してインターネットに接続できるサービス。このサービスには有料で利用できる場合と無料の場合がある。無線 LAN のアクセスポイントは主に人の多く集まる商業施設、公共交通機関、公共施設、宿泊施設、学校等に設置されることが多い。公共交通機関では駅構内、 空港施設内、バス停のみならず、鉄道車両内、バスの車内、航空機内にアクセスポイントが設置される場合がある。屋外でのアクセス向上のため電力柱や電信柱にアクセスポイントが設置される例もある。多くは事前契約を伴う特定多数の人にサービスを提供しているが、施設の利用者の利便のために、無償かつ事前契約の必要のないアクセスポイントが設置される場合もある。 本のように自宅をアクセスポイントとして提供する携帯の登場により住宅地域でも公衆無線 LAN のサービスが提供されつつある一般開放された無線 LAN を使ったインターネット接続サービスの構想はネットワーク研究者のブレッド・スチュワートによって1993年8月にネットワールド・インタラップカンファレンスで発表されたただしスチュワートは ホットスポットという用語を使用していなかった。1994年にスチュワートは公衆無線 LAN アクセスを提供するプランコム社を設立した。公衆無線 LAN が整備された背景は国や地域により大きく異なる。2000年前後に起こったアメリカのドットコムバブル期間中、同国では数多くの無線インターネット接続業者が設立された。また、 アメリカやフランスのパリなどではスマートフォンが普及する前の2000年代半ばには自治体が公衆無線 LAN の整備に乗り出していたアメリカ国外でも2000年過ぎ頃から公衆無線 LAN 接続の実証実験が始まりその数年後からサービスが開始されている無料の公衆無線 LAN はイギリス、ブラジル、ロシアなどではオリンピックや FIFA フフワールドカップの開催日本では 秋葉原の喫茶店、東洋、大蟹山の喫茶店、カフェフォーグリオなどの無料サービスを契機に発展した。また、香港や台湾では主に外国人観光客への配慮のために無料の公衆無線 LAN の整備が進められた。有料、無料を問わず、公衆無線 LAN アクセスポイントの数は増加し続けている。2006年には全米300以上の都市で、 無線インターネット接続が可能となった。日本では2001年6月にモバイルインターネットサービス株式会社が東京都世田谷区三軒茶屋で街角無線インターネットとして公衆無線 LAN の実証実験を開始し2002年4月にジェニュインとして商用サービスを開始した2001年7月には NTT コミュニケーションズがハイファイブとして実証実験を行い 2002年にホッツポートとして商用サービス開始。2002年には NTT グループやソフトバンクなどが公衆無線 LAN サービスに参入した。また2005年には NTTBP により電車内におけるつくばエクスプレス列車内インターネット接続実証実験が行われ、2006年8月からムズンによる商用サービスが開始された。 なおこれらに先立つ2000年8月には、インターネットサービスプロバイダーのスピードネットが、加入者系無線アクセスシステムとして、無線アクセスサービスの試験サービスを埼玉県浦和市、大宮市、与野市で開始。これは、電柱から利用者宅までのラストワンマイルの通信回線に802.11ビットの無線 LAN を利用したものであり、仕組みは公衆無線 LAN と同じであった。 また2001年3月には NTT 東日本 NTT により無線ランと同様の高速無線技術アワを使用したバイポートブルのトライアル実験が渋谷駅周辺で行われたがこちらは本格的なサービスの開始には至らなかった日本でも有料で利用できる場合と無料の場合がある有料で提供される場合は提供者は電気通信事業者に限定される サービスの利用には電気通信事業者との会員契約が必要な場合がほとんどである。自ら電送路を有する電気通信事業者がサービスを提供する場合は全国的に大規模にアクセスポイントを設置することが多い。これには急激なスマートフォンの普及で回線容量が不足する状況となった移動体キャリアがトラフィックを公衆無線 LAN にオフロードする目的で 積極的にアクセスポイント拡大に走ったことが背景にある。公衆無線 LAN の開始からしばらくの間は、料金形態は重量性と定額性であったが、移動体キャリアのスマートフォンの普及による回線容量の逼迫を契機とした公衆無線 LAN へのオフロード促進のため、自社の契約顧客に対する付加サービスとして、主契約の包括料金で提供される場合や、 電化の付加料金で提供する場合が多くなっている。このため、従前よりの公衆無線 LAN 事業者は、料金的にも、アクセスポイントの面でも対抗が困難な状況となり、撤退する業者も現れている。電気通信事業者が自ら設置する形態のほかに、施設管理者との提携により設置される場合もある。提携による設置の場合は、同じアクセスポイントを、有料、 無料で兼用している場合があるアクセスポイントを設置した施設に対しアクセスポイントを共用する形で無料の公衆無線 LAN サービスを提供することが可能になりこれにより無料のアクセスポイントも拡大したさらに日本においては移動体キャリアの一社であるソフトバンクモバイルが個人客を中心とした自社の顧客に宅内でのトラフィックのオフロードを目的に フォン無線ルータを無償提供し、顧客宅をフォンのアクセスポイントとしたことで、住宅地域にも無料のアクセスポイントが拡大している。一方、無料で提供される場合、飲食店や鉄道などの利用者へのサービスとして提供するもの、広告収入をもとに運営されるもの、フォン専用無線ルータの設置者間でのアクセスポイントの相互解放によるものがある。 無料の場合であっても、専用の Wi-Fi 無線ルーターの購入設置と他の会員への開放が条件であったり、登録メールアドレス宛てに広告が送られてくるなど、利用者に行く分かの負担が生じる場合がある。またこれら以外に、会場などで一時的に利用できる形態もある。現在では、有料とされる事業者でも、実質無料または、非常に低廉であり、無料との境界がなくなりつつある。なお、 日本においては電気通信事業者と利用契約が必要な無線 LAN サービスが多いため外国人旅行者から契約をしていない外国人旅行者は公衆無線 LAN が使用できないとの声が多く寄せられ2020年の東京オリンピック開催を控え観光庁により無料公衆無線 LAN スポット認知度向上事業が推進されるなど都市や観光スポットなどでの 無料公衆無線 LAN サービスの拡充が開始された。有料のサービス、編集無料のサービス、編集 i p a s グ g r o マッ m a p によると、2015年2月現在の、米国における公衆無線 LAN のホットスポット数は、コミュニティ Wi-Fi が31078,609箇所、商用 Wi-Fi が1049,151箇所である、米国の代表的な公衆無線 LAN の、 専業事業者として、i p a スとボインゴがある。イギリスの通信規制機関ローコムの報告書、2014年、インフラストラクチャレポート10によると、英国の公衆無線ランホットスポット数は2014年6月には4万1798箇所となっている。ブラジルでは2015年1月現在、公衆無線ランアクセスポイントが58万6098箇所あり、 有料モデルが734箇所、無料モデルが3903箇所、無料、有料モデルの混合が58万1461箇所となっている。詳細は、無線 LAN を参照 802.1X 認証、w p e p 2 0 1 3年12月現在、日本の公衆無線 LAN で 802.1X 認証、WP、 WP2EP に,に対応しているものは少数で、あるが AUWi-Fi スポット、ドコモ Wi-Fi、ソフトバンク Wi-Fi スポットといった移動体キャリアによるサービスでは対応が広がっている。しかし、端末を問わず利用できるのはドコモ Wi-Fi のみであり、AUWi-Fi スポット及びソフトバンク Wi-Fi スポットでは、自キャリアの携帯電話端末による有意無カードの情報を用いた認証のみである。 暗号化方式 WP、WP に PSK デットキップもしくは CCMP による暗号化が提供されているものが多い。しかし、無料サービスのものや一時的に設置されるものでは暗号化をしていない場合が多く、有料サービスでも脆弱性が指摘されている WEP のみを採用している場合や暗号化されていない場合もある。キャプティブポータル Wi-Fi 接続確立後の 初回アクセス時、あるいは一定接続時間ごとに、http ゲットリクエスト、または DNS クエリーを横取りして認証ページ、または利用規約の同意を求めるページなどへリダイレクトさせる。これは、キャプティブポータルと呼ばれる、公衆無線 LAN スポットを設置、提供するにあたっての技術的な指標として、ウィスプアが存在する。公衆無線欄のアクセスポイントを保有しない。 電気通信事業者が他の電気通信事業者のアクセスポイントを利用できるようにすることをローミングという無線 LAN 専業の電気通信事業者のうち自社ではアクセスポイントを全く保有していないかまたは利用可能なアクセスポイントの中で自社のアクセスポイントの割合が非常に少ない業者のことをローミングプロバイダーと呼ぶことがある逆に自社では利用者に対する営業活動を行わず もっぱらローミング提供を行う事業者も存在する。NTTPP や ITS コミュニケーションズはこの例である。ホットスポットという名称は一般名称であるが、日本では NTT コミュニケーションズが商標登録し、自社の公衆無線 LAN サービスの名称として使用している。ただし NTT コミュニケーションズは一般名称として使用することに制限を加える。 意図はない旨を表明している。2002年12月にサービスを休止し、2003年12月にサービス終了。2013年7月にサービス終了。事業譲渡により、東京電力、鉄布古光マンションタイプ 5GHz 無線プラン、KDDI、光ワンマンションタイプ無線と変遷し、2011年9月30日にサービス終了。 アドバンストワイヤレスアクセス。NTT 情報流通基盤総合研究所が、開発、5、2GHz 帯を使用したため、当時の免許の都合で使用場所は、屋内限定、広告料という間接収入であっても、他人の通信の対価とみなされるため、電気通信事業に該当する。かつて、SSID にフォンを使用していた時期があり、偽フォンと呼ばれることもあった。 ログインしないままこの Wi-Fi に接続すると Wi-Fi 自体は動きニコニコやツイキャス等のアプリはプッシュ通知が来るが Twitter や Gmail、LINE 等が通信エラーを起こして送受信はできなくなる。待合室が遠隔操作による自動閉鎖がされる毎日午前1時から翌朝5時までと待合室での長時間の利用はバス待ちではないとみなされ市の巡回職員による注意指導の対象となる。 EP シム、AKA だけでなくピープマシェイフに p e e p m a s h a や TTLSPAP による認証が可能。NTT 東日本のフレッツスポットや、ソフトバンクテレコムの BB モバイルポイントなど、ソフトバンクモバイルのソフトバンク Wi-Fi スポットなど、業界団体報告書研究会無線乱スポット地図、ありがとうございます。